今はもうなくなったコンビニで思い出すのは、AMPM、ホットスパ、サンクスくらいかな。セーブ音忘れてるでしょうが。ああ、そうだった。ブオンね。ブオン？そんな略し方するの？あれって群馬なんだっけ？そう、ベイシアグループの一つ。一時期は全国10県で600店舗以上あったんだよ。多いのか少ないのか。佐渡島にもあったんだぜ。それはすごい。残念ながら2016年からローソンに変わってったんだ。だからか。あれ、ここ部音じゃなかったって思ったもんな。2018年には全店舗ローソンへ。そのまま閉店した店舗もあったでしょ。近所の西部音はいくつか閉店せずにローソンになったけど、全部潰れたな。部音の呪い。あの赤白オレンジの看板、もう一度拝みたいな。懐かしいな。39円アイス、よく買ったな。コンビニで一番人気なかったな。焼きまんじゅう売ってるお店もあったな。手動ドアの店舗多かったな。豆腐美味しかったな。初めて見た時、おい、セブンのパクリじゃねえかって思ったな。マイナスばっかり言うのやめろ。